阿蘇市は日本郵便株式会社と包括的連携協定を結ぶことになり、締結調印式が令和2年12月15日阿蘇市役所で行われました。調印式には日本郵便株式会社九州支社熊本県本部の立山和人本部長や 阿蘇市内にある郵便局の局長、そして佐藤義之阿蘇市長が出席して行われ、古城郵便局の山中逸郎局長と佐藤市長が協定書に調印しました。これまで郵便局と阿蘇市では、地域の見守り活動に関して、地域における協力に関する協定、災害発生時の備えとした防災協定を締結していました。 今回の包括的連携協定は、阿蘇市と市内の郵便局がさらに連携を強化して、市民サービスの向上、地域の活性化を図り、阿蘇市のまちづくりを協力し合おうというもので、まずは阿蘇市が12月21日から販売するプレミアム商品券が、阿蘇市内の郵便局で購入できるということです。